それではですね、今日は助産師であり、そしてオーストラリアでコーチとしても活躍されていらっしゃいます松吉那穂美さんにお話を伺いたいと思います今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは早速なんですけれども、那穂さんの夢やビジョンを教えていただけますかはい、えー、と夢やビジョンですよねえっ、ー、と私の夢はもう本当に母親になって こう子供を持ってからもういつも願うことって本当に子供たちの健やかな成長とか世界の平和みたいなところがやっぱり出てくるようになったんですけれどもまあそういうところで本当に何て言うのかなその優しさとか思いやりみたいな温かいエネルギーでこう人と人とか人と地球とかまあ自分ととかっていう感じでそこのつながれる。 平和で健やかな世界があったらいいなっていうところをすごく目指しています。そして、えっ、ー、と、あの、私自身はすごくその持って生まれ、命がその持って生まれた力みたいなものがすごくあるっていうふうに思っていて、だから、そのありのままの自分みたいなものが、あの輝ける、発揮できる、なんかそういう。 生まれ持ったそれぞれの力とか魅力を信じてそこを育んでいけるようなこう社会っていうところがあったらいいなと思ってそういうところを目指すところ、はい、それがもう本当に夢とかビジョンですねはいすごく抽象的ですがいえいえんかすごい素敵な夢ですねなんか今抽象的っておっしゃいましたけど、ね、なんかでも、ね、お母さんになられてから やっぱりお子さんを見る中でその夢がこう膨らんだもう絶対こう実現していきたいなと思うようになったんですかね。うーんそうですねやっぱり本当に子どもたちを見てると願うのはもうこの子が健やかに体も健康で心もこう穏やかに幸せに満たされていってこう育ってほしいなっていうところがあってでやっぱりそこをサポートし できるような社会であってほしいし、世界であってほしいなっていう願いを持ってます。でも、うんうん、そして、そういった、やっぱり、それがすごく、なんていうのかな。それぞれが大切なものを大切にし合えるような、そういった世界っていうのかな、世界観っていうのかな。うん<ー>うん、そういったものが、ねるね、あるといいですよね。うん、ねありのままで、みんなが本当に。 生きることができたら、表現することができるようになったら。今までとはやっぱり質の違う社会ができそうですもんね。うん、そうですね。で、なんか、それが今、私、結構、本当にポジティブな言葉をたくさん使ったんですけども、なんか、そのいいところとか、ポジティブな面だけを認め合うとかではなくって、本当になんだろうな。私たちの弱いところとか、なんか、そういうね、ちょっと。 本当はあまり人には見ててたたたくななないいいみろんん面を私たちって持っ持ると思うんですよねでもなんかそういうものも一つの自分として自分自身も認められるしこうそれぞれの個人として認め合ってだけれども自分自身が大切にしているものはこれが私が大切にしているものなんだよじゃああなたが大切にしているものはそういうものなんだねっていうものをなんかこうそれぞれ尊重し合って認め合えるみたいなところを。 が見える世界ちょっと説明がすごく私の中で難しいところではあるんだけれども、うん、なんかそういったとことが可能になる、うん、うん本当に思いやりとか平和とか尊重っていうものがこう本当に、うんうん、ある世界社会っていうところを実現していけたらいいなっていうふうに思っています。うん なるほどありがとうございますなんか、ね、その温かいエネルギーで、ね、つ,なげつながりあえて、まあ、世界フェアもだしそのありのままでそのままの自分を、ねあのー、当たり前になるような社会を実現したいって今おっしゃってくださったんですけれどもじゃあその夢を具現化するためにどのような目標や計画を立てていらっしゃるか教えていただけますか。はいえー、と私自身は あのまあ、日本で助産師として働いていた経験があってで、まあ、それからこうシドニーに渡ってきて、えー、と今はその助産師の経験とか知識を生かした子育て支援とかそれからコーチングっていうものを通して、えー、コミュニケーションの学びをお届けしたりしてるんですけれども、えー、とそれっていうのはなんか私にとっては本当になんていうのかなツールの一つなんですねその助産にしてもコーチングにしても。でどういういことをこう 目的としてやっぱりなんかさっき言った自分の大切なものをに気づくそして大切なものをお互い尊重できるってやっぱりまず自分自身のことに理解がこう深まって自分自身がこれが大切なんだよっていうことにすごくこう意識を高めるっていうのかな自分に興味を向けて自分自身のことをこうもっと知るっていうところがすごく大事だと思うんですよね。うん でそのためにあのまず、あ、コーチングっていうコミュニケーションスキルがあったりとかっていうところで、えー、とそういった学びをお届けしているっていうところとあとそれからやっぱり私その助産師として、えー、といろいろなお産とかに立ち会ってる中ですごくその産む力だったりとか生まれてくる力だったりとかその人が持ってる力っていうのをすごく信じてるんですね。でそれを こうなていうのかな発揮できるかどうかってやっぱりすごく周りの環境とかシステムとかっていうものにもすごく左右されると思うんですよ。うん、やっぱり備わってるから必ずしもそれが発揮できるかっていうとやっぱり環境によってはその自分自身の力が出せないっていうことってありますよね。うん、だからやっぱりその両方から見ていくっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っていて。うん でそのためにあの例えば親子のコミュニケーションっていうマザーズコーチングをお伝えしてるんですけどそれって言ってみたら、うん、お母さんが子どもの力を伸ばすための環境づくりができるようになるためにお母さん自身がこう学んでいくっていうような学びなんですよね。でそういった活動をお届けしてるっていうところと、まあ、あとはちょっと最初に戻っちゃうんですけどやっぱりそういった逆に言ったら環境が整っていたとしてもその 本人というか本人自身が自分自身の力とかその可能性っていうのを信じなければやっぱりいくら環境が整っててもやっぱりそこも発揮することができないっていうふうに思うんですよね。でコーチングっていうのはやっぱりその人とのコミュニケーションだけじゃなくってやっぱり自分自身との向き合い方だったりとか自分自身の気持ちとの 向き合い方整え方っていうところを学んでいくのでそういった学びをこうお伝えしていくことによって、えー、本当にまず自分自身が持ってる可能性とか、えー、力とか、まあ、自分自身が大切にしたい価値観にまず気づけるということ、うん、それからやっぱりその何て言うのかな、まあ、親としてとかこう大人としてこうそういった力を発揮できるようなシステムや 環境を整えていくための、まあ、誰かを応援できる自分になるための学びっていうところも合わせて、えーまあ、最初に言ったツールになりますけれども助産師としての視点とかそれからコーチングっていうものを通して、えー、これからも伝えていけたらいいなというふうに思っています。うーんななるるほど自自分自身のの中だけでではなくてそ,のそれを発揮できるための 環境とかシステムとか、うん、そこまで中と外っていう両,両面で考えていらっしゃるんですねそうですねなんかやっぱり本当に何だろうな自分自身がお産とかの場面で立ち会ってても、うん、やっぱりお母さんたち自身がいくらこう産む力を持っていたとしてもそこをこう発揮できるような、ね、サポーターがいたりとか。 心強い安心したさ環境がないと、やっぱりその力が発揮できないなとか、まあその逆もしっかりですけどね、そういうものが整った時にお母さんたちが発揮する力っていうのをすごく肌で感じてきたんですよね。かやっぱその両方がはすごく影響し合っている。うん。うん、ねやっぱりどちらもすごく大切内側を。 もそうだし、外側の環境も本当にどちらもすごく大切だなっていう風に思ってます、うん。うん、なるほど。すごく興味深いですね。なんかついつい外側ばっかりにね。目を向きやすかったり、逆にね。自身の中に中に行く行ったりするしたり、バランスが割と両方保つのって取るの難しいなと思うんですけど、両方の視点から活動してらっしゃるんだなと思って。興味深く。 あの拝見させていただいたんですけれどもでは次の質問にちょっといかせていただきますねでは奈穂さんが今、えー、と具体的にどんな活動をしてらっしゃるかそして、まあ、どんなことを大切にして活動しているのか教えていただけますか、うん、はいえっ、ー、ともう結構なんか今やってることとかっていうところは今ちょっとおしゃべり、うんはい、話しちゃったななんていうふうには思ったんだけれどもやっぱり私がいつもこう、まあ、軸というか 真ん中にこ,う置いて、まあ、これは本当に何て言うのかな仕事というかその助産師としてとかコーチとしてっていうだけではなくって一人の母親としてそれからこう自分自身の生き方とかもう全てに共通する軸というか大切にしてるものなんですけどそれはやっぱりもう本当に私たちはあの生きる力とか うん、そういうものを持っていてもう本当に持っているものがあるんですよね。でそれをこう育むっていう視点を本当にどんな場面でも大切にしていますそれによってすごく選択で迷った時にそこに本当に立ち返って決めていく。うんうん 私って何をいつも大切にしてどこを目指したんだっけっていう時にはいつもここに帰ってくるっていうような指針になっていますね。うん、なるほどじゃあもうみんなそのもう生きる力をすでに持って生まれてきていていかにそれを本当に花開かせられるかっていうところがすごく大事。 にししててらっっゃるって感じですか、ね、もう種はちゃんと中に全部入っててそれをねいかにこう伸ばしてあげられるのかっていうそこに立ち戻るっていいうことですよねうん、うん、はい、もうそこにすごくうん、うん、なんだろうな惹かれますね魅力を感じるしそこの可能性をこう発揮していくっていうプロセスみたいなところにそのジャーニーみたいなところにすごく興味もあるしうん、うん、すごくそこに魅力を感じるし。うんうん なんならそこになんか独特な美しさみたいなのも感じるっていうようなところかな。えー、なるほど、うん、その過程が好きでやっぱりそういうところに寄り添える助産師っていう仕事もすごく大好きだったし、えー、今子育てっていうねあの母親としてのこう役割があってやっぱり子どもの力をこういかに子どもが持って生まれたものがいかにこうね花開いていくかっていうその過程に。 今ね母親として寄り添わせてもらえてる体験をしてるんだけれどもそこがすごく本当になんかありがたくも感じるし楽しくもあるし、まあ、難しくもあるんですけどね <laughs> <laughs> 大変なこともいっぱいあるんだけれどもだけれどやりがいだったりとか本当に、うん、魅力を感じていますすすねね美しさを見てるるんんでで、ね、<laughs> ごく光るママがあるんですね。<laughs> 聞かれるものがあります。本当に、うん、男子として働いてた時になんかあの、お産が終わったお母さんたちの顔がねもう本当にやりきった達成感私埋めたこの子生まれてきたっていう顔がもう本当に美しいんですよ、うん、もう本当に何だろう神々しいっていう言葉が本当に似合うもう本当にキラキラしていてねその、あの、あ 瞬間を見るのが本当に大好きだったのでそういう場面そういうなんかね持って生まれたものが花開いた瞬間みたいなところに本当に美しさと魅力とを感じて惹かれもうなんかご自身の出産もあるんでしょうけどその助産師としての仕事を通しての経験というか目の当たりにされたんですね。 本当に肌で感じさせてもらってきました <laughs> その言葉にすごく説得力があるなと思って <laughs> ほぼと思って聞いてたんですけれども <laughs>、はい、ではですね奈保さんがね最初におっしゃっていただいた夢ビジョンあると思うんですけれども、うん、その夢を持ったきっかけちょっと今ともつながるのかなと思いますけれども、うんえー、どんなものがあるかちょっと今一度お願いできますかはい すいません全部なんか前のめりで喋っちゃってたんですがそうですね本当にもう助産師としてたくさんのお産に立ち会わせていただいたっていうことがもう本当に教科書だけの学びではあの説明できないようなお母さんの産む力だったりとか赤ちゃんの生まれてくる力っていうものを本当に肌で感じながらあの来たんですね。でその一方でやっぱり働いていたところがすごくこう医療介入が あの多かったあの、まあ、大学病院っていう特殊な場所でもあったのでやっぱりその、まあ、力とか生まれてくる力がこう発揮できないままこう医療介入を行っていたりというようなところになんか私自身こう違和感みたいなものを持ちながら仕事をしてたっていうことも正直あったんですね。 でその後にやっぱり助産院とかっていうところであのなるべく医療介入をしないであの自然な力を引き出してっていうようなこうお産がのできるこう環境の中でのお産に立ち会っていくといった時にやっぱり本当にそういった、えー、環境とか、まあ、その助産院だとこう産婦さんと助産師がこう二人三脚でその 出産というこう一つのね道のりをこう歩んでいくわけですよね。まあ、そういったこう過程を踏むことによって、その人の持っているものがこうなていうのかな余すところなく発揮されていったときに、こう結果としてあの本当にうんこうね命が誕生してくるっていう場にえー立ち会わせてもらったときにやっぱり本当にうんその 私たちが持って生まれてきたものの底力というか可能性というかそういったものを感じさせていただいてきた、うん、そして私自身はあのシドニーで2人子供を産んでるんですけれどもあのやっぱり私自身もその自分の、うん、妊娠出産のジャーニーの中で私自身も自分の子を持って 生まれてきたそのね備わってきた力みたいなのをいつもそことこう対話をしながらこう過ごすプロセスだったんですよね。うん、でそれはすごく楽しかったしでその中ですごくサポートしてくれる人との出会いもあってでそういった環境が整っていったことで、うん、あのやっぱり自分自身のそうだね力をこう発揮させて もらえた発揮すすることがでできたたた体験をさせてもらったんですよねだやっぱりそこから子育てをしていくにあたってはあのー、なんだろうなそういった子供の持ってる力とか、まあ、自分たちの持ってる力をできる限りこう妨げないように伸ばしていくような子育てをしたいって考えた時にやっぱりこう。 社会の環境とか、システムとのこうギャップというか、こう壁に当たることもあったんですね。うん。やっぱりこう、例えば社会のこうシステムの中では、こう同じように、みんな同じように、こうおなじみプロセスを通って、こうやってくださいみたいな風なものがあったりとかするわけですよね。で、やっぱりそこに自分の。 子供愛でもこのタイミングじゃないよねとかこれは必要ないよねっていうようなものがあったとしてもやっぱりこうそれが用意されているシステムだからそこに乗ってくださいみたいなようなやり取りがあったりとかしてでやっぱそういったところのなんていうのかなギャップみたいなところに自分自身は違和感を感じたりとか痛みを感じたりとかっていうところですね。 やっぱそういった経験があったからこそより一番最初にあの話させてもらったやっぱりそれぞれが大切なものをそれぞれのこうねタイミングとかそういったものも尊重してこう何て言うのかな大切にし合える社会っていうところをすごく、うん、あの目指したいなと思うようになったのかなって思ってます。ななるほどすすごく奥が深いですねなんかさんはこう、はい このまあ、ご自身の出産の時は特にそうだったんだろうと思うんですけどこう自分との対話自分の内面との対話だったりあと自分の体との対話だったり、うん、なんかそういうものを通してこう出産のこの道のりを歩いてきたのかなって思っていてでなんかそう思った時に奈お、まあ、さんがもともと助産師として働いて産む力を発揮して その産んだ後のお母さんの神々しさを見たりとか、うん、あと、まあ、ちょっと言葉はちょっと表現はあまり良くないかもしれないけれどもちょっとまあ医療介入という形でちょっと不自然さを,のをちょっと道をねちょっと歪めちゃうみたいなそういう介入があった時の違和感を感じたりするそのナホさんのセンスみたいなものがあもともとあったんだなっていうのをちょっと私思ったんですけれどもなんか。 そこをすごく大事にしようと大事にされているなほさんがいらっしゃるなと思うんですよねその生む,む力持って生まれたそこの底力とかもともと人間みんなが備わっている生きる力とかんかそういうところの違和感をすごく大事にして大事にするなほさんの背景には何があるのかなってちょっと思ったんですけれども。 何か心当たりというか <laughs> ありますかねもうなんかすっと過ぎちゃう人もいると思うんですよね普通にうんうん、うん。それはねなんか、うん、まあ改めて本当に考えたんですけどなんかねやっぱり小さい頃とかにうん例えば友達とうまくいかなかったりとかなんだろうなやっぱり自分がこうしたいっていう時に。 うんそれを認めてもらえなかったりして悲しかったりとかなんかやっぱそういう経験そういう自分のね気持ちとか,かなんか好奇心とかなんかそういうものをこう抑えつけなければいけなかったまあなんだろうな教育とか環境とかなんかそういったものにずっとなんかものをずっと抱えてたのかなって思うんですよね。そそれははの時には全然気づかなかなったし やっぱり今改めてじゃあその自分の、ね、ビジョンとか見たい世界っていうところをこう目指してじゃあ必要な学びをって学び直した時に出会ってきた学びだったり出会ってきた人に会ってあ,あの小さい時つらかった時に私が欲しかったのはあこういうことを知っていたかったんだなとかなんだろうな。うん、なんか こういうい自分を大切にしてねっていうことをすごくあのちっちゃい頃に教えてほしかったなとかそういうことを言ってほしかったんだなっていうねなんかうんそういうこととすごくつながってきたんですよねなんかやっぱりうんそうだななんていうのかな本当にだから今学び直してる。 っていうところが本当かそういう私自身がちっちゃい頃きっと自分がね本当に生まれてきて何のこう先入観とかもなくって自分のままに生きてたんだけれどもこう成長する中でそういった自分の、ね、持ってたものをこうなんか引っ込めなきゃいけないような経験みたいなのがきっといっぱいあったんですよね。ですごくくそれが悲しくて、うん だけれどもその悲しいっていう気持ちをどう,こう出していいかっていうところもわからなくてでそれがずっと違和感として私の中にあってでそれが大人になって、まあ、助産師としてとか子供を産んでとか、まあ、いろんな経験をする中で少しずつ何て言うのかなこうサインとして出してきてくれただけれどもその違和感が今すごく私の学ぶきっかけとか、まあ、そういったビジョンを持つきっかけとか まあそういった何ていうのかが本当に糧になって、うん、今少しずつ芽吹いてきてくれたのかなっていう気もしますしているますなるほど、うん、だからまだハンドリングですけどうん <laughs> うん,、うん、なんか学び直してるっていうねなんか言葉がありましたけどこのちっちゃい時に閉じ込めてしまったなんかこの傷じゃないけど何ていうのかね誰にでもありますよねそういうのね。うん なんかそこにやっぱり気づかれたんだなと思ってでそれをちゃんと見ながら見てあげながらこう今の活動もされているんだなとか自分も育てながらお子さんも育てながらクライアントさんも一緒に育てながらなんかみんな一緒に育てながら中と外となんか活動されてるのかなってなんか思いましたねすごく共感しますねあの今のお話。うん なんだろうなやっぱ自分自身がこうコーチングとかを始めてなんかこうなんていうのかなうんとこうポジティブな面ばかりにこうフォーカスをするってなるとすごく苦しかったんですよねやっぱりそこでなかなかできなかったりとかこう否定的に考えてしまう自分がいるだけれどもやっぱりその自分の気持ちっていうのはそういうものも含めてやっぱり大切に認めながら。 そこもひっくるめてじゃあそこからそこをこうしっかりと自分それも自分だよねそれも大切な自分の一部だよねってこう認めた上でやっぱり前に進むっていうことでやっぱり進んでいけるっていうのをもう本当に繰り返してやっと本当にそういうふうに一歩ずつだけれども進んでこれるように自分もなったので、うん、だから一番最初に言ったビジョンっていうのも本当に。 ポジティブなところを見ようというところだけではなくってやっぱり本当にありのままだからいい悪いとかではなくって自分のね強いところも弱いところもなんかもうそういう強い弱いみたいな区別もなく全てのこう持ってるものをひっくるめてこう認め合ってそして お互いね自分が大切にできてそして自分が大切にできたら人を大切にできてそしてこう私たちが住んでるね世界とか地球とかっていうのを大切にできてっていうような循環がね生まれてくるといいなーって、うん、ーなんかすごく説得力ありますねなんかあの自然にできるだろうなと思いますそういう自分なんていうのかな うんなんか無理やり見て見ぬふりをしてなんか美しい世界を作ろうとしてるていのではなくてっていうそのネガティブなところもちゃんと見つつうんなんかそこが一つに繋がった時にそれが自然にできるのかなってなんかお話を聞いてましたね今こういう時代で傷ついている方もお子様もたくさんいらっしゃると思うのでますますあのなほさんのね存在 とかの活動が、あのー、必要になってくる方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、えー、とちょっとねそろそろお時間があっという間だったんですけれども最後にね視聴者の方にメッセージがあれば、あのー、お願いしたいと思うんですがはいえっ、ー、ともう本当に今このね時代の流れの中で本当に多分子どもも大人も関係なく こう辛い思いをされてったりとかしんどいなって感じてる方も多いと思うんですよね。だけど本当になんか助産師として命のね生まれる瞬間、まあ、それから私ちょっと老人ホームで働いてることもあったりとか、まあ、母が亡くなってることとかもあってあの、まあ、死の瞬間に立ち会うこともあるんですけれども、まあ、やっぱり本当に。 その両方を見てきて生きてるってすごくすごく本当に価値があるというか素晴らしいことだと思うんですよねこのように生まれてきて本当にみん,なみんな大切な存在だなっていうことを感じるんですよねそうでだからこそなんか、うん、だからこそきっとみんなしんどいく感じることがあるかもしれないんだけれどもあの うん、それは誰のせいでもないし辛く感じるのは本当にうん一人じゃないっていうところと本当にここから何て言うのかなこう学んでいくこととかつな,つながっていくこととか思いやっていくこととかすごくやれることっていっぱいあると思うんですよだからうんこう自分の中のそういった ね、辛い気持ちとかにこう寄り添いつつ、うん、一歩一歩できることをこうちょっと見つめながら、うん、うんうんなんだろうなこううん, <laughs> なんかうまく言えないんですけど <laughs> ね <laughs> なんか本当に大丈夫だよっていうことを言いたいですね。うんね だ、うん、から大丈夫だよって、うん、大丈夫だからうんなるほど本当にありがとうございます何かねた私もたくさんの勇気と何かね新しい視点をいただけたなと思ってあと今のお時間だったんですけれども今日は本当に貴重なお話をありがとうございました今後のご活躍をなんか私も楽しみにしておりますので今後ともよろしくお願いいたします は素敵な機会をいただいて本当にありがとうございましたでは今日はインタビューをこれでおしまいにしたいと思います失礼いたします